ガージャン TV をご覧の皆様、カナベンチャンネルです。大人気企画、マジシャン弁護士が解説、飲み会でできるマジックです。今回はコインを使ったマジックです。それでは早速披露してもらいましょう。はい、弁護士だけどマジシャン橋本です。今日はですね、まあ、居酒屋であれば、まあ、あるだろうと思われる、まあ、あの割り箸ですね。割り箸じゃなくても大丈夫です。棒状のものが一つ、まあ、コインもその場にあるもので使えますし、ちっちゃいものなら何でもいいと思います。箸置きだとか、まあ、なんかその場にあるもので借りて使えるっていう手順ですけども、まずこれをこう握ります。この状態で叩きます。1、2、3ってやると、まあ、これが消えるというものです。で、これはですね、今わかりますよ、こっちにあります。これをこうするときにこうするんですけど、早くやると、まあ、消えるという手順なんですね。もう一回やりますよ。1、2、3とやると、あ、割り箸の方が消えちゃいましたね。まあ、これはあの分かりやすいですね。どっち行ったかというとこれですね。いいですか。はい、最後もう一回いきますよ。1、2、3と、はい、今度は本当にこれが消えておしまいという形ですね。はい、じゃあ説明をいたします。まあ、最初にこれをこう割り箸で叩くと、このように一瞬手を開いた時にこっちでキャッチします。まあ、ちょっと練習が必要ですけど、人差し指と親指で、割り箸を持った状態で残り3本の指で、キャッチできる練習をしてみてください。これは見えてしまっても実は構いません。なぜならこれが布石になっているからです。次にコインが消えると思い込んでいるお客さんは、割り箸を堂々とここに置いてきてもそっちに視線が行くことはありません。なので、極端な話、お客さんによってはコインが消えていなくて何が起きているのかわからないっていう、で、まあ、何秒か経ってようやく割り箸が消えていることに気づくぐらいの人もいます。そういう時はうまくいってる証拠で、とにかくコインが消えるっていう最初の印象付けができているっていうことですね。で、まあ、ここでもう気づく人もいれば、言われて気づく人もいますけれども、おもむろにこちらに体をここにありますって言ってる時に、まあ、堂々とこれズボンなり、まあ、ここだとちょっと肘が上がっちゃうので、まあ、ズボンをこれがポケットに入れることができます。これも焦る必要はありません。ここを取ってきてるっていう動作の中で元の姿勢に戻り、叩き消えるというこういう手順になります。最初のこれは、まあ綺麗に見せたければ真ん中あたりを持って、なるべく短く持つということですね。そうするとここを叩いた時にこことの距離が短くなりますから、比較的キャッチしやすくなります。こんな感じですね。はい、で、まあ本当はこれを一瞬でもっとやるんですけれども、先ほど言ったようにここはもう見えてもいいぐらいでリラックスしてやっていただいた方がいいと思います。もう一つ、全ての動作をゆっくり、滑らかにやるということを練習するということですね。速い動きというのはどうしても目がいくんですね。目線よりも早く手を動かすことはできないという割り切りを持ちまして、結局とにかく集中していればどれだけゆっくりやってもここを見ると。特にですね、ここは急いでやると落としやすいんですよね。そうするともうそれで一発でちょっと失敗ってことになってしまいます。とにかく1、2、3というこの流れの中 でここでもあの少し、ためが入ってしまっても構いません。相手はただこれを叩いてるだけだとしか観客が見ていませんので、でここで一旦ためを作る。そうするとない、まあ、お客さんの方から気づくぐらいがいいかもしれません。同じくこれも非常にゆっくりした動作の中で手を自然に下げていって、こっちにこう集中することで、完全にこれはもう視線というよりは心理の中からこのコインを一瞬消すことができます。この間に堂々と、これも速い動作をするとすぐ目についてしまいますので、自然な動作の中でこれを取ってきて、で自然に元の姿勢に戻って、例えば消えているといった状態ですよね。